十字屋。株式会社十字屋、十字屋、英文表記、十字屋 CEO、LTD は、かつて百貨店をはじめ、商業施設などを運営していた、日本の企業。2007年、平成19年1月16日に株式会社、大英に吸収合併された。かつて百貨店の十字屋は、全国8都市にあったが、平成時代に入り店舗閉鎖を進め、 大英の子会社である、株式会社中郷、福島県福島市が運営する十字屋山形店、山形県山形市のみとなったが18年1月31日を、もって閉鎖され95年の歴史に幕を閉じた。1923年、大正12年、神奈川県平塚市にて、医療品や身の回り品を扱う十字屋古服店として、創業した。 1935年、昭和10年に株式会社化。1951年、昭和26年10月に医療品共同仕入れ機構の従事や共同組合を設立し、チェーンストアとしての活動を開始した。この時期、東京都内にも多数の店を有していたが、その後時代のニーズにそぐわなくなり整理されるようになった。法人としては1954年、 昭和29年6月には称号を株式会社十字屋に変更し、本店を東京都中央区日本橋立花町に移転。翌1955年、昭和30年2月に株式会社に十字屋、共同組合参加企業21社と合併組織の再構築を図った。1961年、昭和36年3月には本店をその後、 長らく所在する東京都台東区柳橋に移転し、同年10月東京証券取引所市場第二部への上場も果たした。1967年昭和42年9月には百貨店の営業許可を取得し、初の本格的な百貨店として栃木県足利市に足利店を開業した。1968年昭和43年1月に第一部上場となった。 百貨店化にあたって1971年、昭和46年に大丸と業務提携し、商品検嘩ご利用やトロジェンといった大丸のプライベートブランドの取り扱い、物流面で協力体制を図った。町田、新小岩、東京都、大田、群馬県といった売り場面積2000平方メートル前後の小型店では、従来からの衣料品量販店の運営を続ける一方、 1960年代から大宮、埼玉県、宇都宮、栃木県、千葉、千葉県、船橋、千葉県などの小型店を売り場面積2000から7000平方メートルの規模に順次大型化させた。また1970年代に入ると、仙台、宮城県、山形、山形県、藤沢、神奈川県、銚子、千葉県に、 売り場面積1万平方メートル級の大型店を、さらに、佐原、千葉県、八千代台、千葉県にショッピングセンターを出店し、拡大路線を図った。しかし、度重なる設備投資によって、経営不振が表面化し、丸紅等による、経営の手こ入れが実施された。1976年、昭和51年、当時百貨店業態の展開に興味を示していた。 大英が筆頭株主だった丸紅から発行済み株式の約23%に当たる1000万株を取得、1982年昭和57年に資本業務提携するに至った。大英と提携後は不採算店舗の整理業態変更が実施され、宇都宮、町田、船橋、千葉などの店舗は手芸用品専門店やディスカウントストアに返し、 不採算であった仙台店も仙台十字屋として別会社化された。1996、平成8年には大英系デベロッパーの株式会社、大英アゴラと合併し、業績改善のため大型商業施設オーパ事業を譲り受けした。アゴラとの合併後、売り場面積が6000平方メートルに満たない店舗が一斉にスクラップの対象とされ、佐野、大田、宇都宮、 船橋などの店舗が閉鎖された。2004年、平成16年に、親会社の大英とともに、産業再生機構の支援決定を受け、山形を除く仙台、長子、立山の店舗を閉鎖した。山形店については、同じ大英の子会社中郷、福島県福島市に、経営権を譲渡し、十字屋は事実上、百貨店事業から撤退した。さらに2006年、 平成18年には、施設運営部門、オーパーやステーションパークと、必品事業部門に関する営業を分割し、新設の株式会社オーパーに承継された。また大英による、簡易合併手続きを内容とする合併契約書を2006年、平成18年に締結、翌年の2007年、平成19年1月16日をもって会社は、解散された。この九州合併により、 十字屋の子会社であったオーパが大英の直接の完全子会社となった。1971年、昭和46年に開業。仙台店、藤沢店、長子店といった十字屋の店舗大型化の一環として七日町に季設していた店舗からの移転開業であった。当時、山形市内の大型商業施設は1956年、昭和31年に大沼。 現在も営業、マルヒサ、山形松坂屋に、社名変更、2000年閉店の2百貨店が、開業。十字屋は3番目の開業。さらに1973年、昭和48年には、大手資本である大英山形店や日井山形店、後に山形ビブレに、社名変更、2000年閉店が開業し、東北屈指の大型店の激戦区となった。その中でも十屋は、 先立って開業したマルヒサよりも工業績であり、1981年度、昭和56年度には100億円を計上し、大沼と並び山形県を代表する大型店の地位にあった。十字屋としても山形店の存在は、中小の規模の店舗も多く地方の都市に点在していた、同社の店舗体制の中で、県庁所在地でかつ。 売り場面積も1万平方メートルオーバーの店舗であり特別な存在であった。十字屋にはフラッグシップ的存在でかつ売り場面積と売り上げでトップの仙台店、宮城県仙台市が存在していたが同店は赤字基調であり利益的に貢献していたのは山形店であった。1990年代前半までは売り上げ高も90億から80億円台と 現状に推移していたが、景気悪化と商業の多様化、高速バスの発達に伴う仙台市へのストロー、減少等で徐々に低下し2004年度、平成16年度に約65億円にまで減少した。その後親会社の大英が産業再生機構の支援が決定し、十字屋もそれに、順次2005年、平成17年11月30日をもって、 株式会社十字屋による営業を終了。翌12月1日に、同じ大英の子会社、株式会社中号に経営権が譲渡その際、山形店のみを継続させた。2007年、平成19年10月6日に、地下1階の食品売り場を10年ぶりに改装して、地元特産の天元豚や庄内取り、地元の野菜等の地場の農産物の取り扱い、 焼き魚の販売開始や寿司コーナーでのおこわの目数増強等々惣菜販売等を強化したほか有名洋菓子店や焼きたてパンの店なども導入した二千十六年度平成二十八年度の売上高は約三十一億円で開業以来最も少なかった同年十二月には当店が入居するビルが耐震基準を満たしていないことが判明したが 二千十九年、平成三十一年に、耐震回修を実施予定と公表された。二千十七年、平成二十九年八月三十日、運営者の中号が、翌二千十八年、平成三十年一月三十一日をもって、当店を閉店すると発表した。地方百貨店業界の低迷、集客を支えてきた大手アパレルブランドの、テナント撤退、 宮城県仙台市への消費活動の一極集中、郊外ショッピングモールとの競争劇化、客層が50代から70代中心で、若者層を取り込めなかった等が、閉店要因とされる。中号は、耐震工事について所有者と調整してきたが、回収の工期が1年以上必要とみられ、賃借料の値上げも予想される中、折り合いがつかなった。そして、 発表通り2018年1月31日に閉店した。閉店時刻には店の前の大通りに多くの人が詰めかけ別れを惜しんだ。その後、九十時や山形店ビルを所有する事業者が安全確保を最優先する観点からビル解体の方針を固めたことが同年6月に明らかとなった。解体工事は事業者が国と県、 市からそれぞれビル解体費の補助を受け、早ければ8月にも解体を始め、翌年春までに取り壊すとしている。跡地には、大和ハウスの子会社である、大和ロイヤルが12階建てのホテルをメインとする複合テナントビルを建設。2019年、令和元年9月に着工し、2021年、令和3年3月の完成を予定している。1996年、 平成8年9月1日に、大英系デベロッパーの株式会社、大英アゴラと合併して譲り受けされた、大型商業施設で、成績桜が丘、東京都多摩市、新しゆりき川崎市麻尾区、藤沢、神奈川県藤沢市、河原町、京都市、新西橋、三宮、キャナルシティ博多の各店は、現在も営業を継続している。 郊外の近隣型ショッピングセンターとして展開した店舗、大英及び株式会社十字屋が産業再生機構の支援を受けて策定した再検索の一環として2005年平成17年11月30日をもって仙台店、銚子店、立山店を閉店し翌日の12月1日に残る山形店については同じ大英の子会社 株式会社中号に経営権を譲として、百貨店全店の経営を終了した。百貨店店舗に準じて展開されていた店舗である、医療品主体の中小型店舗を、関東地方や東北地方を中心に展開していた。末期には後期までの存続した6から7店舗程度が、手芸専門店、クロスティと称した。丸印。 ディスカウントストアとして営業していた店舗であるホームセンター1996年平成8年9月1日に大英系デベロッパーの株式会社大英アゴラと合併して譲り受けされた大型商業施設楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください